岡山市の中心地には芸術や文化を楽しめる各種文化施設が集まっています。この地域は岡山カルチャーゾーンと名付けられ、新しい出会いや発見を楽しむことができます。それではどんなところがあるのか一緒に見ていきましょう。まずは日本三名園の一つ、岡山後楽園。国の特別名勝にも指定されており、四季折々の庭園美を楽しむことができます。後楽園のすぐそばには別名鵜城とも呼ばれる岡山城がそびえ立ちます。城内では城の歴史資料や再現された城主の間などを見ることができます。後楽園の外苑に位置する岡山県立博物館では、古代に繁栄した吉備の国をはじめ、国宝、国の重要文化財など数多くの文化遺産を展示しています。後楽園の北にある蓬莱橋を渡ると、そこは夢二郷土美術館です。画家で詩人、そしてデザイナーでもあった竹久夢二の大正ロマンあふれる作品や資料をおよそ2000点展示しています。鶴見橋を渡り南に向かうと、見えてくるのは岡山県立美術館。画家国芳康夫をはじめ、岡山県ゆかりの作家の作品を数多く収蔵展示しています。その北の天神山文化プラザは、さまざまな創作活動の発表の場として利用されています。続いて岡山市立オリエント美術館。アッシリア帝国の陶器やレリーフをはじめ、およそ4800点もの貴重な美術品を収蔵する国内有数の古代オリエント専門の美術館です。緑豊かな美しい水辺を中心に、歴史、文化、アートなど岡山のさまざまな魅力が一堂に集結している岡山カルチャーゾーン。心と体に心地よい刺激を受けながら、ゆったりと街歩きを楽しみませんか？